ディズニーボムまたはディズニースイッシュは第二次世界大戦中にイギリス海軍が開発した補助ロケット推進式地中貫通爆弾である。従来の通常爆弾では効果のない有望と文化のようなコンクリートで強化された目標を貫くための兵器であった。エドワード・テレル海軍大佐により生み出されたこの鉄鋼爆弾は落下速度を増速するための固体燃料ロケットが 装着された結果、着弾時の速度は990マイル毎時にもなり、これにより起爆する前に厚さ16フィートの強固なコンクリートを貫通する能力を持っていた。ディズニーボムは1945年2月から4月までヨーロッパにおいてアメリカ陸軍航空軍が限定的に使用した。技術的には成功策であったにもかかわらず、 この爆弾が配備されたのは戦争の末期であり、ドイツに対する連合国軍の爆撃ではほとんど効果を上げなかった。第二次世界大戦中にイギリス空軍は非常に強固な防御を施された目標に対して従来の高性能爆弾による有効打撃を与えるために5トンのトールボーイと10トンのグランドスラムという2種類の超大型爆弾を採用した。 バーンズ・ウォリスにより設計されたこれらの巨大な兵器は、目標の近辺に着弾し、地中深くに貫入して、起爆、地中を伝わる衝撃波により、経済的に修理不能なほどの構造的損害を与えるものだった。運用では目標を狙って投下され、これが直撃した場合は相当な厚さのコンクリートを貫通する能力を持っていたが、 第二次世界大戦時の爆撃照準機の精度の限界から命中精度は低く改善を望んだバーンズ・ウォリスにとり高精度の命中の確率というものは主な目的ではなかった。対照的にディズニーボムは当初から強固な文化のコンクリート製の屋根に直撃貫通することを目指して設計された。そのために弾頭は通常と異なる分厚い広範性外閣で覆われ。 内蔵されている作薬は比較的少量であった。その形状は通常の航空機搭載爆弾よりもかなり細く落下時には収束されたブースターロケットにより加速、自由落下で到達する着弾速度よりもはるかに高速度で目標に激突した。これらの特徴はニュートン法則の推定埋没深度お及び最も大きな貫通力は発射弾の密度、長さ、 細さが高速度で激突して生み出されるということを述べたヤング方程式として知られる経験的な設計方程式に一致する。CP-RA ディズニーボムは長さ16フィート6イン、重量4500ポンド、爆弾本体の直径が11インである一方で、ビブの直径は17インであった。ディズニーボムは3つの部位で構成されており、前方筐体の弾頭部は分厚い。 鋳造貫鉄走行で覆われた上で500ポンドの爆発物質シェルライトを充填し、弾頭部隊には2個のイギリス製ナン、no. バー 58MK 愛好部撃発進艦を備えていた。中央筐体はロケットモーター19本で構成され、これは3インチロケット発射体でも使用された実質的にコルダイトが充填された金属艦である。 後方筐体のテールコーンにはロケットに点火するための回路が内蔵されており、この回路は10日後に風圧で回転するフィンを備えた小型の発電機で作動した。ロケットの点火は遅延スイッチか気圧スイッチにより制御された。爆弾の後部には落下を安定させるための6枚の小型の翼が取り付けられていた。爆弾は二箇所の荷重ラグで航空機に検討され、 爆弾と航空機の間は3本の新艦安全装置解除用のワイヤーでもつながっていた。爆弾が投下されるとワイヤーから伸びる短い引き綱が弾頭の新艦とロケット点火回路を作動させ自由回転ができるように発電機のロック機構を解除した。命中制度のためにこの爆弾は正確な規定高度で投下しなければならず。 投下されると、約30秒間かけて、高度5000フィートまで自由落下し、ロケットが点火されると、最後端部は投棄された。ロケットの燃焼は3秒間持続し、落下速度がさらに300フィート、秒加速されることにより、最終着弾速度は1450フィート、秒、おおよそマッハ1.29に達した。戦後のテストでは、ディズニーボムは、逸話によると、 1943年にウォルト・ディズニーが制作したプロパガンダ映画空軍力の勝利に似てはいるが架空の爆弾が描かれておりイギリス海軍の将校の一団がこの映画を見た後本爆弾の構想が放火しその結果ディズニーという名称が与えられたと言われているイギリス海軍は艦隊航空隊でこれを搭載できる航空機を持たなかったにもかかわらずこの爆弾を開発した コンクリート貫通兵器に対して海軍が興味を示したのは U ボートと S ボートを防御するためドイツ海軍が強固な文化を広範囲に使用しておりその中に艦船が停泊している時に空から攻撃することにあったと説明できるディズニーボムはイギリス海軍予備員の大位で英国海軍諸兵器研究部に勤めていたエドワード・テレルにより開発された戦前のテレルは ニューベリーで弁護士と司裁判所判事の職にあったが、発明家でもあり、野菜の皮むき器や万年筆のインク瓶を含む、いくつかの特許を戦争前に取得していた。この爆弾の開発は1943年9月に始まった。開発計画に対して、海軍本部内部の最高レベルからの支援があったが、生産は航空機生産省の監督下で行われた。 道路交通研究所はアメリカ合衆国が持っていた鉄筋コンクリートに対する15インチ砲弾の性能データから貫通力に関する理論式を提供しハルステッド基地の兵装開発の主任技術者はマップに提出するための事前設計を準備した。しかし計画はチャーチルが議長を務める対有望問委員会に対して第一海軍協が 意見書を準備するという反対に直面したテレルはチャーチルの科学技術顧問であるチャーウェル教のもとを訪れ、この計画は技術的な可能性の評価であると信じさせた。首相の病気欠席のため、1944年1月までチャーチルがこの爆弾に対する委員会の検討を望んでいることは表明されなかった。関連部署の多さから、 多数の技術者や科学者により技術的可能性を確認するための会合が持たれた。アメリカ陸軍航空隊の航空技術部門を通じた援助を受け、テレルは B-17 フライングフォートレスの翼化に喧嘩したモックアップを海軍本部上層部へ披露することができた。依然として航空省はいくつかの技術的背景からこの兵器の開発に反対であり、この計画に p プラス優先度を与えるかどうかを決めるための戦時内閣の会議が5月に持たれた。この会議の副産物は U ボートの文化への攻撃方法とその年の8月にイギリス空軍が実施する26発のトールボーイ爆弾投下による文化への攻撃という議題に焦点が当てられたことであった。アメリカ軍の地上要因によりボーイング B-17 爆撃機に搭載される。 ディズニーボムディズニーボムがアメリカ合衆国の第8空軍とイギリス海軍の共同開発となったことからイギリスの兵器であったにもかかわらずこの爆弾は祖父でのみ使用され A 爆撃機軍団が使用することはなかった第92爆撃軍がこの兵器を使用する最初の任務を担わされ第305爆撃軍と第306爆撃軍によっても投下されることになった 第94爆撃軍はこの爆弾を使用する準備をしていたがヨーロッパでの戦争終結までに作戦飛行を行うことはなかった。これらの部隊で使用された B-17 フライングフォートレスはこの爆弾が爆弾層に収納するには長すぎたため左右の主翼仮面に核一発を吊り下げて搭載した。ディズニーボムはエアランカギガバイト -1 核爆弾を吊り下げる 物と同じ外部喧嘩装置を使用することができた。爆弾搭載機にはカメラも取り付けられていたため爆弾の落下軌跡とその効果を記録することが可能であった。ディズニーボムの試験は1945年初めに開始された。落下軌跡の映像記録と爆撃照準機の測定のために爆弾の投下は当初サウサンプトン近くの砂爆場で実施された。これは ロケット推進式爆弾の落下奇跡が自由落下爆弾のそれとはかなり異なるために必要な措置であった。その後に投下試験は北フランスのウトン近郊にあるウトン文化ン、ドイツ側一組名北西発電所と呼ばれるドイツ国防軍の大きなコンクリート製文化で実施された。試験に当初を使用したのは1944年9月にこの地域が 連合国軍の支柱に落ちたためであり、爆撃試験後に構造物に与えた効果を調査することができた。2機の B-17 に搭載された4発の爆弾が使用され、このうち2発が目標に命中した。地上のイギリス海軍の調査員によると、与えた効果の結果は非常に満足すべきものであった。オランダ、A マイデンの高速魚雷低分カーバイに向けて、 噴煙を引きながら、加速落下中の4発のディズニーボム。これも、米陸軍の記録映像メディアを再生する A マイデンに対するディズニーボムを使用した最初の攻撃を報じるアメリカ陸軍のニュース映像、ディズニーボムを使用した最初の攻撃は、オランダの A マイデンの港湾に対してであった。ここには、ドイツ海軍が S ボートとビーバー特殊潜航艇を格納しておくために、 使用している二つの独立した強固なドックがあった。一組名高速魚雷低分化アと呼ばれる古い型の建造物は厚さ10フィートのコンクリート製屋根で守られていた。一組名高速魚雷低分化アと呼ばれる新しい型の建造物は厚さ1012フィートのコンクリート製屋根と間隔を空けてさらに上部に設けられた厚さに4フィートの層で覆われていた。 S, S ボートは日中は文化内に停泊して航空攻撃から守られ夜間になると連合国軍船舶を攻撃するために出撃して行った。この文化は西部ヨーロッパでの連合国軍の補給船に対し甚大な脅威となっている魚雷艇を守るという点で重要な攻撃目標であった。1944年8月以来この2つの文化はイギリス空軍の 第9飛行隊と第617飛行隊によって、トールボーイ5トン爆弾を用いた4度の爆撃で、合計53発の投下を受け、それより小型の通常爆弾を搭載した爆撃機によっても、幾度もの攻撃を受けていた。1945年2月10日、18発のディズニーボムを搭載した第92爆撃軍所属の9機が、高速魚雷低分カーバイを攻撃した。 イギリス海軍情報部は爆弾はコンクリート製屋根を貫通したが攻撃当時に文化内は空であったことを知ったため3月14日に第92爆撃軍は再度ド9機で出撃 SBB1 文化を攻撃した3月30日に第92爆撃軍所属の12機を含む米第8空軍の36機がドイツのブレーメン近郊の 小さな港であるフォルゲに出撃し、大爆鉄筋コンクリートで建設中であったファレンティン、ブンカーにディズニーボムで攻撃をかけた。ブンカーは完成間近であり、U-BOT-21 ーー型潜水艦の組み立て工場になる予定であった。1943年から続く建設工事は、過酷な労働環境のために高い死亡率に見舞われた、強制収容所の収容者、捕虜、 外国人労働者といった1万名の強制労働者により行われていた。ファレンティン文化ンの厚さ4.5メートルの屋根は3日前の3月27日にイギリス空軍により投下されたグランドスラム10トン爆弾によりすでに貫通されていた。第8空軍の攻撃中に60発以上のディズニーボームが投下されたが目標に命中したのはわずか一発でその効果も ささやかなものであった。しかしながら文化の周辺設備は甚大な被害を受けた。爆撃後からこの施設を放棄するまでの期間にドイツ側は限定的な修復を試みたが、この地域は4週間後にイギリス陸軍の手に落ちた。4月4日に24機の B-17 がハンブルクの堅固な目標を攻撃したが、 目標が雲で覆われていたため爆弾の投下にはレーダー誘導が使用された。1945年5月に予定されていた次の作戦はキャンセルされた。最終的にディズニーボムは戦争終結まで合計158発が投下され、4回にわたる実戦任務ではいかなる航空機や搭乗員も失われなかった。ルビー計画の期間中、ファレンティン,ブンカーは 直撃を受けた。図面はディズニーボムがもたらした文化屋根の貫鉄工である。1945年6月に航空諮問委員会はロケット爆弾でなされた作業に関して航空諮問委員会の感謝を表する書簡を海軍本部委員会宛てに送った。イギリス空軍は1945年6月にウトンブンカーを標的としたディズニーボムの試験を実施した。 実際の爆撃はイギリス空軍に代わってアメリカ第8空軍が行ったが、ウトンは標的として十分な大きさではないことがわかるとともに、フランスは平時において自国領土内での爆撃を継続することに意義を唱えた。さらなる試験はルビー計画の一環として実施された。これは1946年の英米共同のコンクリート貫通爆弾の試験であり、 ヘルゴラント等の小島にある戦時中の潜水艦用、ブンカーとファレンティンブンカーを標的として行われた。試験用の爆弾には、トールボーイ爆弾とグランドスラム爆弾や、アメリカのアマゾン22000ポンド爆弾、M103SAP2000 ポンド爆弾、そしてディズニーボムが含まれていた。試験の目的は爆発の効果ではなく、コンクリートの間鉄力と爆弾の強度を測るための、 ものであったため、ファレンティンに投下された爆弾は不活性化されていた。平和が戻ってくるとともに、ファレンティン近郊に住む民間人の安全にも配慮がなされるようになった。戦時中のヘルゴラント島は、少数の居住者が島から避難していたために当時は無人であり、また厚さ10フィートの屋根で覆われた U ボート文化の基地があった。ここでは爆弾が衝撃に鋭病すぎず、 目標に命中した衝撃で過早な爆発を起こさないことを確かめるために作薬を内蔵した爆弾で試験が実施された。この平時になされた爆弾の試験はそれ以前の戦時中に実施されたものよりも広範囲なものであった。ヘルゴラント島に投下されたディズニーボムは総計76発でありシェルライト、RDX、TNT やピクラトルといった 様々な爆発物が搭載された。ファレンティンには34発のディズニーボムが投下されたが、12発はロケットが不発で22発がロケット推進に成功して投下がなされた。さらに4発が命中精度を試験するために、オーフォードネスの砂漠場で遠隔投下され、試験期間中、前段がファレンティン付近に設定された安全な爆発区域内に着弾した。 ディズニーボムの貫通力は満足いくものと判断され、予想最大浸透量は16フィート8インチと見込まれた。しかしこの爆弾にはいくつかの問題点があり、試験期間中の約37%の点火不良という数字を受け、ロケットブースターへの点火の信頼性は不満足なものとされた。さらには、構成外比の欠陥から目標に激突した衝撃で粉砕した爆弾も、 何発かあり、これは爆弾の弾頭が比較的小さなものであったことに起因していた。それゆえに、ファレンティンのような非常に巨大な構造物の全機能を破壊するためには、数多くの命中弾が必要と結論された。トールボーイとグランドスラムのコンクリート貫通能力に比べると、ディズニーボムの威力は同等であったが、前者たちは直撃で7メートルのコンクリートを貫通し、残りは、 爆弾内の莫大な量の策略の爆発により粉砕するものだった。戦争終結以前にファレンティンの屋根は2発のグランドスラムにより貫通されていたが、文化内ではいかなる爆発も生じていなかった。戦後の調査では屋根に開いた巨大な穴以外はほとんど施設に被害を及ぼさず、内部の設備は比較的無傷で残っていることが分かった。ルビー計画の結論としては、 試験されたどの爆弾も完全に満足のいくものではなく新たなコンクリート貫通爆弾の開発が推奨された。2009年1月27日500ポンドの作薬を内蔵したディズニーボムの不発弾がウトン文化の屋根から掘り出された。この不発弾は1945年の試験で投下された中の一発でありその当時からここに渦漏れていた。これは ビミ村の中心から 2km 離れたにある科学団と第一次世界大戦以来の兵器が処理されている弾薬保管庫に運ばれた。ありがとうございます。